稼ぎを大きくしたいと思ってはいるのですが、特に物欲がなく稼ぐことに対してのモチベーションが低いタイプですと。稼ぐことに、エネルギーを注ぐ、現状の収入のコンフォートゾーンから脱出するために意識していることなどをお聞きしたいです。なるほどね。これはむちゃくちゃ気持ちわかるな。俺もめちゃくちゃ気持ちわかるし、うん、この辺は今最近一個作戦はあるけどね、うん。あ、最近のホットな作戦があるんや。うん。やっぱ自分も、まあたまにも一緒やと思うけど、太一さんとかと一緒で、一個も物欲がモチベーションのエネルギーにならないタイプだったんで。うん、うん。で、いろいろこねくり回すんですけど、うん、あ、このために、このためにとか、こねくり回すけど無理ってなって、うん、まあ、女養うとか、女に貢ぐが、誰かにそのまま金、誰かのためにっていうのがね、一番いけるんじゃねっていうので、今それ実践中です。ああ、なるほどね。だから嫁をこしらえるとか、子供をこしらえるとか。嫁こしらえる、そう、うん。で、そう、家族養わなあかん先にっていう。で、そいつらむっちゃ金必要ですって言ってくれたら、おっしゃ、それはやる。うん、それの方が、あの、自分が車買いたい、家買いたい、自分のブランドの服は、マジでどう、こねくり回して、どう意味付けしても不可能だったんで、うん、俺は、うん。うん。その作戦で言ってますね。うん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 、いけんちゃうかなって、まだわかんないですけど、いけるかもなっていう肌感覚です、うん。なるほど。まあ、それはすごい、俺も。わかるし、それは、なんていうかな、でも、そろそろ自分も結婚かなとか、子供作る時期かなってなってくると、やっぱその臨場感が高まってくるから、うん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 、まあ、タイミングもあるやんか、そういう系って。絶対あるな、うん、なので、ちょっとちゃう。生理周期、生理周期もあるからね。うん、ちゃうところで言うと、そう。ちゃうところで言うと、物欲がないから、その稼ぐことに対してのモチベーションが低いわけではなくて、まあ、見てるとさ、なんか物欲があったりだとか、なんか出世欲があったりだとか、うんうんうん、なんかこうお金に、もっとお金を稼ぎたいっていうこう気持ち強いとかさ、うんうん、っていう人の方が頑張ってるなって思われがちやけど、うんうん、全然そんなことないでっていう。あ、そうなんですか？うん。その、結果的にそんな人おると思うよ。おるよ。その、うんうんうん、その人はすごい物欲が たくさんあって、所有欲たくさんあって、うん、いろんなもん買いたいし、うんうん、車乗って家住んで、全部やり尽くさなあかんのじゃい、みたいな価値観。ラグジュアリー欲がある人ね。そうそう。っていうのがあって、それをガソリンに回していって、結果的にそうなったっていう人は、あ、その人はそれがガソリンだったんですね。っていう、うん、結果的に確かにそれがまあ目立ってるというか、そういうことなんだ。目立ちがちやん。頑張ってるって。なんていうかな、うん、それはやっぱりメディアとかの影響とかもある。そうだね。そうだね。よね。例えば年商何億円の人の大豪邸に潜入みたいなさ、こうテレビ番組とかあったりとか、うん、別に今やったらそういう YouTube とかもあるんやけど、うん、そしたらまあインスタとかの動画とかも出てくると思うよ。なんか、車乗ってるとかさ、女連れてるとかさ、うん、なんかそういうのを、うんたくさん見るから、あ、なんか成功してる人ってみんなそんな欲深いというか、こう物欲とか、まあ、金銭欲とか、そういう性欲とかが、すごい激しい人たちが、そうやって、こう、大きくなれるんかって思いがちやけど、そうではないでってこと。それはあくまでマーケティングや、うん、その SNS やったらマーケティングやったりだとか、テレビもマーケティングや、うん、そっちの方が視聴率取れるからやってる、そっちの方がエンタメにやからね。うんうん。うん。だから、そのテレビ出たりしてる人とかっていうのも、結構本来その人そうじゃないんやけど、そのディレクターの人とかがそういうところを見せてくださいって言われるから、そうやるっていうことって、やっぱり往々にしてあるし。そうそうそう。だから、あの、一個のそのビジネスでこう、頑張っていきたいなって自分では思ってると。でもそれは物欲がどうとかってことじゃないんだけどなっていう人は、別に何にも心配しなくていいというか、物欲がある人ほど成功しやすいわけでは全くない。ああ。っていう人もおるけど、その人は、それが、たまたま、あの、最初のガソリンだったっていうだけとか、まあ今もそれをガソリンにしている人っていうのもいるけど、っていう人は、そういう人っていうだけ。うん。とかね、別にあの、物欲じゃ、に限らずだけど、モテ欲とかでね、モテるために稼ぎたいとかで、それをガソリンにする人も結構いる、ね。もうおるしね。そう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 。うん、だから別に物欲なくてもいいし、もって言ったら、なんか、ちょっと、トマベチっぽい言い方になるかもしれへんけど、うん、自分はこんなものを手に入れたいと。それの値段が別に100万であろうが、1億だろうが、10億だろうが関係なく、自分はこんなものが欲しいとか、性欲云々とか、モテたいもそうやんか。自分が手にしたいみたいな、それって、うん。そうですね、うん。自分がそんなこと結婚したい、付き合いたいとか、うん、自分がこんなものを欲しいとか、あるいは自分がこんな能力を身につけたいとかもそうやけど、うん、とそのトマベチっぽい言い方すると、そんなちっちゃな煩悩でいいんですかっていうことだよね。はい、
それって結局自分が満たす欲求でしょ、煩悩でしょって。うん、うん。だそれは、その買いたい買い物のね、その商品の値段が100万だろうが100億だろうが、それ君が手に入れたいんでしょっていう。その時点で、煩悩ちっちゃくないっていう言い方をする。彼とかは。うん。はい、そうですね。もっと大きな煩悩を持ってもいいんやでっていう。自分がこうなるだけじゃなくて、その結果周りがもっとこうなるとか、世界がもっとこうなるっていうような、うん、でもそれはじゃあなんか世界に貢献するんですみたいなのは、煩悩じゃないっていう変なこう考え方があるやん。でも、世の中をこうしたいって煩悩なんよ。それも煩悩やもんね。いや、別に、なんでお前がせなあかんのなんよね。うん、そのお前がいなくても世界は回るのになぜお前がそんなことをして周りに貢献したりだとか、世の中に、社会に貢献する必要があるの。それやりたいんでしょ。じゃあ君それ煩悩じゃん、なんよね。うんうん、だから、別に抽象。そう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 。そう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 。すごい、めちゃくちゃエロいやん。でいいそれは。ドスケベやないか。そう。そう。下心丸見えやないかでよくて。だから、それが別に自分がこんな物欲物欲しいとか、女の子行きたいとか、であれ、自分がこんな能力、成長したいであれ、それは別に煩悩やし、そんなちっちゃいし、それをベクトルを外に向けたからといって、その自分の目標が社会性を持ったからといって、それもまた煩悩なんやでっていう。確かに、社会をこんにこんないい影響を与えたいんです。もう、ドスケベやと。うん。っていう前提で、大きな煩悩を持ちましょうっていう。うん。のが、まあ、トマベチ的な言い方をするとそうなんやけど。で、俺はすごいその言い方って、うん、なんていうかな、いい言い方やなって思うよね。はいはいはい。その自分のことを、自分は俺はこんなもの手に入れたいは抽象で低くて、その、うん、世の中にこんな貢献がしたいと、ベクトルがうちじゃなくて外向いてる人の方が偉いみたいなさ、風に思われがちだけど、うん、そうでもないよっていうことなわけやん、うん、それって。そうね、それ嫌よね、なんか、外に向いてる人は偉いってなると、うん、自分に煩悩ベクトルが向いてると、うん、なんか罪悪感まで感じる。そう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 さ、俺は自分のことを考えてんのかとかさ。で、俺は、うん、性格悪いやつなんかな、みたいなね。そう。そこまで生かされてまうもんね。外向いてるやつは偉いみたいに。そう。で、その外向いてるやつは欲深くなくて、自分は自分のことばっか考えてて、こんな欲深い人間なんかって思ってしまいがちやけど、そうじゃなくて、うん、両方欲望、煩悩なんですよ。両方、ドスケベ、ド変態、エロス。そうそう。性欲モンスターって言って。そう。だから、この他者貢献の意識強いやつの方が、その考え方に立った時に、で、見た時に、うん、そいつらの方がドスケベ野郎なわけよ。そいつらの方がさ、煩悩でかいもんね。でかい。っていう風に、でかいスケール、でかい。そう。で、一旦煩悩を受け入れた上で、大きな煩悩を持ちましょう。うん、っていうのが、まあすごい言い方として、まあ素敵やなと思うんで。確かに。で、考えるっていうのが、まあ一個コツかなって思いますね。うん。じゃあ、玉井さんはそれで突破したわけですか？あ、それも一個ですね。でも、こういうのってね、やっぱすごい気持ちわかるからあれけどね、一個や二個じゃね、解決しないんですよ。足りたい。俺も、解釈一個じゃ治らんのよ。特に我々みたいなひねくれよね、うん、家族を養う、そんな一個で済まへん、ね、そんな一個で済まへん、あらゆる条件っていうのがうまく重なって、その環境っていうのを、うん、じゃあそれが重なったからといってずっとそうかっていうと、そんなことない。環境は変化し続けるから。だから自分をなんかこううまくこう、まあ、コントロールするというか、モチベーションっていうとちょっとチンプになるんやけど、でもまあなんていうかな、自分を動かし続けるような環境設定の能力とか、うん、そうだね、っていうのはやっぱ身につけないといけないってことになるんやけど、結局は。常にね、常にガソリンが追加されていくようなね。そうそう。そういう環境の仕組み作りみたいなことっていうのも大事やし、もちろん考え方の工夫とか今言ったようなことっていうのも大事やし。だから、俺が言ってる働き方云々とかさ、働き方の哲学みたいなのもちろんそれ一個やしね。うん。うん。っていう感じかな。あとは、例えば、まあ、上半身ビジネスのコンセプト作るときにやるような、人生の棚卸しのワークみたいな、山あり谷ありグラフ化してみたいなさ。うん、ってなときに、自分ってどういうときにすごくエネルギッシュで、活発で行動的になるかな、ね。どこでエネルギー乗っかるんかっていうところから見つけていくっていうやつもあるよね。そうそう。で、それを働き方に反映させるっていう。そう。で、ポイントはそのときにどんな環境だったかなんだよね。で、その環境を再現しに行けば、おのずと自分の感情、まあ、外部環境じゃなくて自分の心の中で、内部環境っていうのも似たような外部環境っていうのを自分が工夫して自分に対して与えることによって、なんか活発やった時って同じような考え方、あるいは例えばポジティブになるとかさ、前向きになるとか行動的になるっていう風になるわけでさ、そういうのとかっていうのも例えば人生曲線変えて深掘りしていって自分を知っていくっていうのもまた一個やし、
てのことをこう重ねていくと、どんどん、まあ言ったら、確率が上がっていくっていうことね。そうですね。だから、モチベーション出せる確率、上がっていきますからね。そうそう。それを上げていきましょうという視点でやってみるといいかなと思います。うん